6時5分でございます。これからどこに行くかと申しますと、バッシーさんのところ埼玉県所沢市に、向かっております。3回目なんですけども、もうすっかりね、日が上がるのが、早くなってまいりましてですね、はい、だいぶ明るくなってまいりました。ということで今日も、ソーラーパネルの工事に行ってまいりたいと思います。ということでよろしくお願いいたします。はい、早朝のアクアラインです。富士山見えるかな。まあ見えねえだろうな。はい、日が上がりましてアクアラインを走っております。はい、ということでね、無事に到着いたしまして、まず一番ちょっと心配だった既存のソーラーパネルの、出力電圧、これをねまず測ってみます。でなぜかっていうと、あのバッテリーそもそもの電圧とソーラーパネルの電圧が、まあ、いわゆる逆潮流だといけないもんですから、何ボルトか調べてます。280ボルト、太陽パネルから280ボルト出ます。ということでね、バッテリー蓄電池の電圧より高かったので、1にはできないですよ、問題ないと。ケーブルってやっぱこう、余裕がないとな、うんうん、向こう上もそうだし下もバッテリーの方も余裕がないとダメだから、うん、だからそうするとここの 下が下の面がこの辺、もうだからこの、まあ、この間に入るから、まあこれは気にしなくていいかもしれない。取り付け、壁に取り付けしていっておりますね。確認します。これ、バッテリーの方ですね。このね、バッテリーの蓋が下にビスがついてるんですよね。だからいちいち倒すか浮かすかしなきゃいけないんですけど、ちょっとバッテリーは浮かすのはちょっと現実不可能ですね。ほら、こっちですもんね。あ、そうか。こいつも開けますか。ということで、あとディップスイッチを0か1、もともとはディップスイッチなんて今時についてるんですか。あ、これで番号、同じ番号だとなんかダメみたいで、あ、チャンネルを変えるためってこと。うん、まあだから、それなんか通信的な問題でしょ。いや、繋ぐのに1番、2番だから、どの順番で充電認識させないといけない。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。ということでね、取り付け、壁に取り付けるする前に、蓋を開けていっております。下に、バッテリーを横に倒してですね、下場のバッテリーを、バッテリーじゃないビスを外しております。こちらインバーターですね。はい、これが AC で、これが PV で、でさっきのバッテリーは真ん中これか、これ、うん、ですね、どうやらバッテリー同士を、2台つなぐ場合はここに渡りのケーブルが必要でございまして、そしてバッテリーモジュールの並列接続用ケーブルはオプション製品ですと、必要な場合はお近くのディーラーにご連絡くださいということで、今ないので、
注文別でしたいと思います。ということでね、完全にケーブルを、バッテリー同士つなぐのはできなくなりましたので、で、とりあえずですね、インバーターを壁掛けにしていきたいと思います。でインバーターだけでもやっぱ20キロあるそうなので、きちんとですね、このボードに、止めてしまうと、あれ、ねえな、どういうこと？なかった。いや、ここあったんで、ここはあんのかなと思ったら、ねえでやんな。ここはあるよな。ああね、どういうこと？これが太いんだね。うん、で、ね、あの平板の杉材かなんかをね、斜めに渡したりする。よいしょ。あ、ちょっとスケール。あははは、怒っちゃった。ごめんなさい。よいしょ。さあ、柱がどこまでなのかって、あ、面で見る。300等。なるほどね。また、このようにですね、柱、下地に入っている柱をの位置をですね探して、ここにビスを打ちたいと、そうしないとボードだけに打つとですね、ズルズルって破れてってしまいますんでね、紙にビス打つようなもんで、ということで下地を見つけましたので、ここを、ビス止めして、いましたいました、いましたいました、まあ、課題となるタルキをつけてですね、そしてインバーターを、壁付けしていこうと思っております。あ、下に出っ張りがある。ああ、本当だ。大丈夫だね。大丈夫ですね。これね。あ、もう一回ね。もう一回。ですね、水平器を忘れまして、持ってくるの忘れまして、ちょっと待って、急遽 iPhone の水平器をアプリをダウンロードしまして、水平、ぬ平をですね、見ております。撮ってんのかな。で、やっとぬ平が確認できましたので、いよいよインバーターを取り付けていくわけでございますが、はい、止めます。その前に、下のコンセントですね、を戻していきたいと思います。はい、聞きました。はい、ここも聞きました。はい、コンセントを戻していきます。で、このね、ベッセルのですね、電動ドライバー、これ本当に便利ですよ。特にこのコンセントのこのビス、これ長いんですよね。はい、で、ずっとこうしてなきゃいけないので、手で今まではドライバーを回したんですけど、もう何回回さなきゃいけないんだっていう感じでね、ですけれども、この電動になってですね、非常に便利になりました。ベッセルの、電動ドライバー、はい、これ便利です。そこそこ力もねあるんですよ。はい、そしてコンセントプレートをつけて終わり。
はい、続きましてインバーターが壁にかかりましたので、ビスを止めていきたいと思います。はい、これでね20キロの、ハイブリッドインバーター取り付け終わりました。そしてこれはバッテリーの方ですね。とりあえずバッテリーに取り付け課題をつけました。バッテリーの方はね、地面直置きするんですけども、どうしてもですね、倒れてくる、転倒する恐れがありますので、一応ですね、壁に引っかかりをつけて、倒れないように、一応こちらも補強の木を、下地の方にビス打ちいたしまして、そしてバッテリーの取り付け課題に引っかかるような形でね、はい、ビスで、引っ掛け固定していこうというふうに考えてます。これが引っ掛けボルトになりますね。まあ2箇所あればいいのかなという感じで、ただねこれバッテリーを動かしてちょいっと上げるっていうのが大変なんですよ。まあ映像ではねカットしますんで、はい、これで引っかかりましたけど、あ、怖い、なんかこっち向いてます。ここまでかなり苦労してます。2人だと、これ1個90キロありますんでね、はい、2人でも結構大変です。先にこれ通さないとダメでしょ。そしてねこれバッテリーのケーブルなんですけど、バッテリーからインバーターに行くケーブルを、取り付けていってみます。まあ、本来あんまり僕的には、接続したくないんですよね。まだ、AC の方もつないでませんので、どうしてもバッシーさんがね取り付けたいということで、はい、単独でバッテリー1個ですね、はい、ハイブリッドの方にインバーターの方に接続してみます。ということでね、本日の作業は、以上となります。バッテリー柄のケーブル、これ60スケアって言ってたかな、かなり太いですので、あの電流値がね大きいので、はい、はい、バッテリーケーブルをつけまして、そして、通信ケーブルですねを取り付けまして、電源をこの後オンしてみます。じゃあとりあえず設置が終わったので、接続してみますか。うん、あのデータ線、データのLANケーブルをつなぎます、はいはい、これって Wi-Fi じゃないな、 RS485 だっけ、うん、これをこっちにつながったと、うん、よいしょ。でちょっとバッテリーの電源入れてみますか。バッテリー入れても動くの？いやでもこれバッテリー半分ぐらい充電されてるから、へえ、あ、電気ついた、お、上もついた、あスイッチ入れました。あ、今 52.7V、 これはあれだよね、蓄電池の電圧が、これがバッテリーだね、うん、
これがバッテリーで、でインバーターに行ってるよということですね。でこれあれね、まだ出力が 120V になってるから、これ 100V に変更しなきゃダメ、ね、なんか変えなきゃダメとかですよね。そうだね。まだここは AC インアウトはまだつながってません。あと PV 入力もつながってない。 PV もソーラーからですね、ソーラーからの線もつながってません。